デイビー・チェイスは、アメリカ合衆国の俳優、声優、歌手。俳優としての代表作は、ザ・リング。声優としての代表作は、リロスティッチシリーズ。2016年以降の活動については不明で、現在は休業あるいは引退しているものとみられる。ネバダ州ラスベガスにて、デイビー・エリザベス・チェイス・シュワリアーという名前で生まれたが、母キャシー・チェイスが夫である。 ジョン・シュワリアーと離婚したため、デイビー・エリザベス・チェイスという名前になり、長い間オレゴン州オールバニで過ごした後、デイビー本人が俳優業に従事するために、カリフォルニア州ロサンゼルスに移った。弟に、ケイドがいる。4歳の時に見た、バーニーフレンズのビデオなどがきっかけで、幼い頃から俳優を夢み、地元のイベントや番組に出演して、歌や踊りを披露していた。 彼女の母親が、リートルニス、アメリカページェントに応募させた際、歌唱部門で受賞した。そのことを受けて、7歳の時テレビコマーシャル専門の芸能事務所と契約し、キャンベルスープカンパニーの CM に出演。1998年、末日聖とイエス・キリスト教会のミュージカル作品ユタに出演した。2002年、ディズニーの長編映画、リロスティッチで、 ヒロインのリロを演じたことで注目が集まり、アニー賞を受賞。2003年には、テレビシリーズも放映され、その後も、続編や、スピンオフも制作された。2001年、千と千尋の神隠しで千尋を演じ、翌年その映画は、アカデミー長編アニメ映画賞を受賞。なお、この年、リロスティッチもアカデミー賞に、ノミネートされていた。2002年公開の、 ザリングで重要人物サマラモーガンを演じ、翌年の MTV ムービーアワードで彼女は最優秀悪役賞に輝いた。ちなみに2005年公開の続編では、ケリー・ステーブルズにバトンタッチ、デイビーは前作の映像を使ったためクレジットされている。この他にも2000年から2005年までに出演した作品には2001年公開のカルト映画、 ドニー・ダーコ、アイ・ラブ・オリバー、ラッツ、キャロライナ、R ・エルスティーン、エスホーンテッド・ライトハウス、ベートーベン語などがある。ドニー・ダーコでは、ドニーの妹、サマンサを演じ、続編でも同じ役を演じることになる。ドニー・ダーコから7年後の世界を描いた続編は、18歳になった彼女が親友であるコーリーと共に、ロサンゼルスへロードトリップに行った際おぞましい光景に、 苦しめられるという内容である。また、タッチドバイアン演じる、チャームド、ER 緊急救命室、ファミリーロー、ザ・プラクティス・ボストン弁護士ファイルにもゲスト出演した。2006年、HBO のテレビドラマ、ビッグ・ラブで、ロンダ・ウォルマーを演じた。このキャラクターは、ハリー・ディーン・スタントン演じる、予言者ローマン・グラントと結婚してしまう少女で、2007年に、 放送された第二シーズンにも出演した。また、この年に PBS キッズで放送された番組、ベッチーエスキンダーガーテン・アドベンチャーズでも主役を務めた。その後も様々な映画やテレビドラマに出演したが、2016年以降の活動については不明であり、現在は休業あるいは引退しているものとみられる。1999年、チェースは、 リーバ・マッキンタイヤのオープニングアクトに参加として、結成された小さなバンドのボーカリストを務めた。その後、スティーブン・スピルバーグから映画 AI でゴッド Bless リカを歌うように頼まれ引き受けるが、最終版で歌唱シーンがカットされてしまった。スクールズアウトクリスマスというアルバムでホリージョリークリスマスという歌を歌った。また、I Love オリバーのオリバーアザーズという回でも突進、ターニングを歌い、ビッグラブでも、ドナファーゴのザ・ハッピエスト・ガール・イン・ザ・ホール・ USA をカバーした、ザ・ハッピエスト・ガールなど、複数の回で歌った。2017年11月28日、ロサンゼルスで、盗難車を乗り回していたとして警察に逮捕された。実際に運転していたのは別人であったが、共に収監された。ありがとうございます。